医療機関のお役立ち情報をお伝えするウェブリーチャンネルへようこそ。こんにちは、川村信也です。今日はですね、働き方改革推進支援助成金という助成金のお話をいたします。でこれクリニックさんも比較的取りやすい方の助成金になりますので、それがどういう内容のものか、申請の要件とは何か、それからいくらもらえるのか、どういうスケジュールでの申請になるのか、まあ、このあたりを解説していきます。ただこれ結構待ったなし状態といいますか、これ就業規則等を変える必要があってですね、しかもですね、交付申請書っていうのを出すのに今年のですね11月30日が締め切りなんですね。しかも前回はですね、締め切り前にもう予算が達成してしまったということで、まあ、予定日の前にこう締め切られてしまったということで、もう早くこう申請をする必要がこうあるもんですから、こう待ったなしの情報であるということで、もっと早くお伝えすればよかったんですけれども、お伝えをしていきます。じゃあそもそもどういう内容のものかというところなんですけれども、こちらがチラシになりまして、働き方改革推進支援助成金、この中でもですね、労働時間短縮年給推進支援コースっていうのがありまして、まあ、そちらがまあ比較的医療機関さんもやりやすいということで、こちらのご説明をいたします。どんな助成金かというと、生産性向上、それから労働時間の短縮、それから有給休暇の促進に向けて環境整備をしてくださいね、で中小企業の皆さん対象ですよということなので、医療機関さんも入るような形になります。で環境整備にかかったお金については助成金として助成しますよということなんですね。こちらのチラシについては概要欄から取得できるようにしておきますので、ぜひご覧いただければというふうに思います。実際どういうことをすればいいのかというところが、まあ、先ほどのパンフレットに書いてあるんですけれども、成果目標っていうのを達成してくださいねっていうことで、まあ、1位なのか2位なのか3なのかっていうところ、皆さんの場合はですね、多分これがやりやすいかなというところです。まあ、1はですね、月60時間を超える労働時間を短縮しなさいということなので、今平均的に60時間を超える残業のクリニックさんとかは少ないと思いますので、これ2に絞ってですね、ちょっと説明をしていきたいというふうに思うんですけれども、特別休暇っていうのを有給以外で設定をしてですね、例えば病気休暇、それから教育訓練休暇、ボランティア休暇、コロナウイルス感染症対応のための休暇とかですね、これは比較的つけやすいんじゃないかなと思いますね。新型コロナのための休暇ですとか、まあそういった休暇の中でいずれか一つって書いてあるので、まあどれかをまあ設定しましょうねというところになります。でまあその他にもですね、まあ、対象事業主って書いてあるのですけれども、おそらくほとんどの方が対応されていると思うんですけど、まあ1が労働者災害保険の適用を受ける中小企業主であること、それから年5日の年次有給の取得に向けて整備していること、まあ、この辺はだいたいクリアできると思いますので、まあ、3のですね、この成果目標を達成しているかどうかっていうのが実質的な皆さんが目指すところ、やるべきところになります。でそれに向けてどういう取り組みをしたらそこにお金がつくのかというところが、こう下に書いてあるんですけれども、機器を買うだけじゃなくて、いろんなこう研修とかがこうついてくる感じですよね。それからコンサルティングを受けました。このあたりがやりやすいんじゃないかなと思うんですけれども、ソフトウェアだったりデジタル機器を導入したり更新するというところ、例えばですけれども紙カルテを電子カルテに変えましたっていうところも支給対象となりやすいところらしいです。それによって労働時間を短縮する動きをしたというところですね。この労働時間短縮ですとか、まあ、そういったところに寄与する取り組みでお金がかかったものであれば支給されるということになります。まあ、ただしパソコンを買い替えたから効率化したでしょとかはダメみたいです。この原則としてパソコン、タブレット、スマートフォン、まあ、もう端末はっていうふうに受け取っていただいてもいいと思いますけれども、対象となりませんということなので、何かそういう取り組みをしたというところであれば対象になっていくのかなというふうに思います。それからご利用の流れっていうところがスケジュールのところになるんですけれども、3段階あります。まずは交付申請書をですね、最寄りの労働局雇用環境均等部に11月30日までに提出です。でこれ先ほども申しましたけれども、昨年はですね、
期限前に締め切られちゃったので、なるべくこう早く提出をすると。それを提出した後ですね、まあほとんどの場合こちらの申請はですね通りやすいとまあ言われてますので、それが通りましたら1月30日までにまあそれ実施してくださいね。実施っていうことは、例えば電子カルテ買うとなったらですね、ここまでに導入して稼働させてないといけないということです。実際の発注購入は申請後の認定を受けた後ですが、今からスタートしておくっていうことが結構やっぱり重要かなというふうに思います。でその後ですね、それをやったよっていうのを元にですね、支給を申請するという流れになります。いくらもらえるのかっていうところについてお話をしていくとですね、成果目標が1、2、3っていうのがあったんですけれども、皆さんの場合丸2になりますので、支給額いずれか低い額というところなので、以下1、3の上限額50万になりますので、50万か対象経費の合計額補助率4分の3ということで、例えば40万のものを買った場合は4分の3ということなので、まあ30万、50万より30万の方が安いので30万が支給対象ということになります。合わせてこの米の4というところも大事なんですけれども、6、7、まあ、機器の購入とかですね、その場合が多いかもしれないんですけれども、その場合はですね5分の4で100万だったら80万円が補助されるという形になります。合わせて賃金引き上げをすることができたらですね、さらにそれに加算されるわけですね。例えば 3% 以上引き上げて、ただこれ全員引き上げなきゃいけないので、スタッフさんが例えば12人いたとします。12人いて1人当たり5万円なので、60万円がさらに上乗せして、まあ、助成金となるので、例えばまあ50万円プラス60万円で110万円まで助成されるという形になります。ただしですね、以下のいずれか低い額ということなんで、先ほど申し上げた1のですね110万円の例えば合計額なのか、2のですね4分の3または5分の4なのかということは注意していただきたい部分になります。で、まあ、導入機器とか研修っていうところもこう入りますので、特に機器についてはですね、何が助成金になるのかというのは、まあ、どう判断されるかにこうよるんですけれども、やっぱりメーカーさんに聞いていただくのがいいですね。これ導入したらこういう助成金使いたいんだけどいけそうみたいなところを聞いていただくといいかもしれません。また申請については、まあ、社労士さんとかに頼んでいただいたりするっていうのが、まあ割と一般的かなというふうには思います。まあ、弊社グループでもですね、こちらの申請を代行したりするサービスではもちろんやっておりますので、詳細聞きたいとか助成金とかについていろいろもっと詳しい社労士事務所みたいのがあったら教えてほしいですとか、まあ、そういったところがありましたら、まあ、お問い合わせの方からその旨記載していただければお答えできるかなというふうに思います。まあ、これ来年あるかどうかわからない、なんとなく毎年あるだろうなっていうところもあるんですけれども、まあ、こういったものにまあ税金が使われるというところのまあ考え方としては、私としてはそのやっぱり医療の現場っていうのはなかなかその効率化っていうところに追いついてこなかった。ただしコロナになってマインドが高まらざるを得なかったと思うんですね。そういった時に、まあ、こういう助成金の力も借りつつですね、導入のですね、まあ、起爆剤になるのであれば、ぜひこういうのを使ってですね、効率化っていうところを目指していただきたいなというふうに思います。まあ、こういった助成金関連というのはこれまでもたまにお伝えしてきたんですけれども、まあ、皆様に有用なものがございましたら定期的にお伝えしたいなというふうに思いますので、ぜひですねチャンネル登録としていただければというふうに思います。それではまた次回。